近世高岡の文化遺産群とは、富山県高岡市にある同県と同市がユネスコの世界遺産への登録を目指している文化財の総称。2006年11月に文化庁が世界遺産の候補となる文化財を公募したことを受け、同年11月30日に富山県と高岡市は共同で、高岡城跡、水流寺、昌光寺、前田都長墓所の まずは4件の文化財を金星高岡の文化遺産群として最初の提案書を文化庁に提出した。2007年1月の文化審議会文化財文化会世界文化遺産特別委員会による審議の結果、金星の上閣、藩主の菩提寺、墓所などからなる一連の資産として価値は高い。日本の世界文化遺産及び 世界遺産暫定一覧表に記載された文化資産には未だ見られない分野の文化資産である。と評価され、継続審議とされた後、同年12月21日に富山県と高岡市は最初の提案書に記載された4件の文化財に18件の文化財を加えた計22件の文化財を近世高岡の文化遺産群として 提案書を文化庁に再提出したが、文化庁の世界遺産暫定一覧表への記載は見送られ、現状では世界遺産登録への道は遠いものになっている。近年、遺産としては遺跡、跡地の多い平泉や歴史的建造物が少ない鎌倉と比べ、江戸時代初期からの現存建造物が多い点などから再評価され始めている。また、 世界遺産への登録推進運動として、近世高岡の文化遺産群に含まれる文化財と、その他の高岡市にある文化財をめぐる、近世高岡の文化遺産群めぐりバスが、2007年7月21日から11月4日までの土曜日、日曜日、祝祭日の午前9時から午後4時までの間に30分間隔で運行された。他にも、高岡市民を中心にして、 世界文化遺産を目指す高岡市民の会が発足し、世界遺産への登録に向けて活動している。ありがとうございます。